ATF リンゴディンゴは、ドイツのクラウスマッファイが製造する、不評機動車である。アルスフッツトランスポートファイグは、全防護輸送車両を意味する。ATF リンゴは、ウニモグのシャーシに、地雷対策の V 字定を取り付け、地雷や消火器の銃弾、砲弾の破片に耐えられるだけの装甲と NBC、防護装備を備を備えている。リンゴの車体は、モジュラー構造となっており、シャーシ、 防御区画、貨物収納区画、エンジンルーム、地雷の爆風よけの底部区画の5つの部品から構成される。車体後部の貨物収納区画の上部は重量軽減のために防水布が貼られている。現在、ATF ディンゴには新たに改良型のディンゴ2が登場した。ディンゴ2は改良されたウニモグ U5000 のシャーシを元にしており、 防御力を強化するとともに搭載量の向上を図っている。リンゴ2の車体には全長3.25メートルのものと全長3.85メートルのものの2通りが用意されており、後者では防御区画内に8名が搭乗可能。並走については、車体の屋根の上にフェネック偵察車から流用した潜望鏡利用機械式の兵装ステーションを取り付けており、車内から 頭部や体をさらすことなく安全に兵装の射撃が行える。ドイツ陸軍では主にラインメタル MG3 を搭載しているが必要に応じて兵装をブローニング M20 機関銃や H&KGMW に換装することが可能である。最近ドイツ連邦軍はクラウスマッファイが新たに開発した完全リモートコントロール式のオス FLW100 と FLW200 を新たに数百機調達して ATF ディンゴやフェネックなどの車両に取り付ける計画である。ありがとうございます。